羽生結弦るの27歳を祝福前専門誌がウィウエシサに残る1枚で祝福また表情で戦う姿を米専門誌が SNS に投稿海外解説者は諦めないでとエール羽生結弦る写,写真ゲッティイメージズフィギュアスケートの五輪連覇王者 羽生譲る、アナは7日、27歳の誕生日を迎えた。米専門誌は、まだあどけなさの残る羽生の写真を、ツイッターに投稿して祝福。海外解説者は、復帰に向け、諦めないでとエールを送った。五輪連覇前の姿だ。水色の衣装の上に、黒いベストを着た羽生は、 会見場のようなところでカメラに囲まれている27歳となった今の姿と比べると髪型や顔つきにはまだウィウィしさが残っている表情は明るく爽やかさはこの頃から変わっていない実際の画像を米専門誌イフスマガジン公式ツイッターが公開 文面には12月7日の譲る羽生の誕生日をお祝いします。数週間後、また表情で戦う姿を見られることを願っていますと記した。また、欧州衛星放送局ユーロスポーツで解説を務めるマッシュミリアーノ・アンベイシも自身のツイッターでお祝い投稿。 全日本選手権の出場が決まることを待ちながら、誕生日のお祝いをしたい。彼が指導する姿を願っている。諦めないでとエールを送った。羽生は23日に開幕する全日本選手権にエントリー。右足関節人体帯損傷からの復帰を目指している。27歳羽生結弦。るへ。 フィギュア先輩が送る粋な縦読みメッセージに反響なんて素敵。織田信成さんが7日に SNS を更新。言うても私も歳なので、羽生譲るフィギュアスケートの五輪連覇王者、羽生譲るアナは7日27歳の誕生日を迎えた。この日、ワンクーバー五輪代表織田信成さんは、 自身のツイッターに、羽生ゆずるのハッシュタグ付きで文章を投稿。粋なメッセージとなっており、ファンからは、なんて素敵。きっと届いてるなどと、反響が集まっている。画像、羽生ゆずる23歳の誕生日は、一緒にお祝い。とにかくおめでとう。目を閉じた後ろからユズの左手が、 小田氏が公開した羽生とのソイネツーショットの一枚、右足関節人体帯損傷のためグランプリ GP シリーズ2000を欠場した羽生それでも今月23日開幕の全日本選手権にはエントリーしている。7日が27歳の誕生日だったが、小田さんは自身のツイッターに 下記のように投稿した、言うても私も年なので、スケートをつ、続けていく大変さもあるけど、何でも、楽観的にとりあえず頑張る、で、バナをくじかれる時もあるけど、気持ち次第でなんとかな、るさ、自身のことをつぶやいたかと思いきや、各校の頭文字をつなげて読むと、ゆずならできる、 文末には、羽生譲ると、ハッシュタグ付きで投稿しており、粋な縦読みのメッセージだったようだ。ファンからは、縦読みにうるうる。愛ですね。羽生さんにきっと届いてる。なんて、素敵なメッセージ等とコメントが集まっている。